これがね、本当は基礎なんですよね。本当は。動かし方じゃなくて、固定の仕方。で、あとはその、固定を作るための技術っていうところをしっかり学ばないといけないわけです。で、その時に、正しい場所を触れるのかと。あとは正しく触れるのか。この二つのね、触るっていう技術が必要になってくるわけですね。大天使、どこでしょうと。大天使ありますね。大天使あっても、これの上と下で、もう3センチとか4センチ違うわけですね。指2本3本分違うんですよ。大天使触ってくださいって言っても。で、下の方だと、まあ、足の筋肉ですよね。上の方だと、もう電筋なんですよね。大天使1つ取っても、しかもそれが前、後ろってなると全然違うわけですね。機能として。ここをしっかり連動させながら勉強していかないと、大天使触ってくださいって言うとみんなこうやってバカって触るんですよね。その視点がどこにあるかで全然違くなってくるわけです。意味わかりますよね。こう、同じ動かし方しても、視点をどこに作るかで、刺激の入り方っていうのは全然全く違ってくるわけですよ。ただそこまでこだわって施術しないと、結果って出せないんですよね。だからこういうふうに股関節ガラッと適当に回してるようでも、僕が見てるのはどの角度で引っかかってるからこの筋肉っていうのは大体わかるんですよ。だからそういうふうに運動学とか、解剖学とか、こういったところと連動させながら、その動きっていうのをちゃんと理解していかないといけないわけですね。で、なかなかそれが教会の中だと、それができてる前提で作った教会なので、その知識があるとかね。で、しっかり触れてるっていう、正しい場所を触れてるっていうことを、その上で作ったんですけど、なかなかそれができてないから直せないっていう先生が非常に多いし、そういうことを教えると、そうだったんですねっていうふうなことが多かったので、その技術とともに、あとはその解剖学ですね。解剖学とかをしっかり知っていくと、今日話したね、固定の仕方とか、で、どこを固定するのか、で、正しい場所触れてるか、で、正しく触れてるか。で、正しい触り方っていうのはティッシュプルとかをやっていくとできるようになるんですけど、まあ、それをもうちょっとね、きっちり、そこに対してフォーカスしながら、どうしてもこの教会のテクニックだと、その直す方向に頭がいっちゃうので、そうじゃなくて、ここの部分っていうのを、この正解をね、しっかり学ぶことで、スキルっていうのは一気に上がるので、で実際に前回の大阪でやった支部研究会、行動研究会とかも、まあその場ですね。その場でたったね数十分でしたけど、そこにちゃんと意識しながら練習したことで、今この時間で成長したと思う人って言ったらみんな手を挙げましたからね。そのくらいなんか新しいことを学ぶっていうよりも、しっかりねそこにフォーカスしながら時間を過ごすってことの方が重要なので、ぜひそこに時間を割いてみていただきたいなと思います。